選べ選べ、おら。朝の9時半からやる言うて、俺も9時10分に来てやな、はい、全然おらんし、何しとんねん思って、これ電話したらやな、はい、今お部屋さん、なせんのお前。いや、夜じゃないんですか。なんでいいよ、9時半で思うねん、これ21時半やろ、夜やったら、これそうでした。お前ん家の近所とか良かったものの、これ1、はい、話すべ、はい、2、うんこ食べる、ちょっと待って、さあ10万円どうすんねん、選べちゅうとんねん、これ1番。いや話すばなれるな、無理ですね、話すばなれるな。2と 3, 3番やろ、2と3はもう3番や、マジ極悪。いや、2と3はもう、いや、2と3じゃない、考えてください、一回考えてください。なんやねん、2、何、2、うんこく、いっちゃ話すば、はい、2、うんこく、3、はい、8万、どれすんねん、これこいつ10ってなったら、こいつ鼻つば選びよるから。さあ。ええ、これ。忘年会の発起だな、これ。なあ。これ言うとんねん、これ。はい。今日も作るの。おい、シンプルあれやろ、これ。はい。今日モータースポーツの日や、お前。モータースポーツ、さあ、楽しい楽しい、モータースポーツの日にやな、お前。大平隆一さんのシンボルやろ、これ。あれはそうっすね。パイナップル。はい。お前、大平隆一さんって必ず遅刻するな、お前、これ。呪いです。呪いですよ、何の呪いや。大平さんの。大平さんのせいすんだ、これ。大平さんの先輩がやられてるサーキットらしいのよ、モータースポーツゴーカートブワーできんのよ。でそこを大平さんが紹介してくれて、はい、僕これ作ったんで、さあよかったらモータースポーツしませんか言うて、まあ、やりますよ言うて、で一回遊び来させてもらっておもろいですね言うて、はい、みんなにこの面白さ伝えねえかやろ言うて、はい、東京でこんな楽しい場所があるっていうことをまずみんな知っておらないか、はい、でご紹介しましょう、はい、安定の大平さんです。ありがとうございます、お待ちしてました。ありがとうございます。何の先輩なんですか。芸大の先輩。大平さんじゃあお前、はい、芸術大学聞いてます。そうご紹介しましょう、はい、田村さんです。ありがとうございます。一応お店がね12時からやられてるから、はい、その前に貸してくださるということでこう来てるわけやから、はい、と言うてんね、はい、田村さん、ここはね、僕お台場でサーキットなんですよ、はいはいはい、EV のカートとかがたくさんあって、はい、どなたでも乗って楽しめる、はい、そんなサーキット一般の人も来てあるんですか。もちろんもちろん、はい、どなたでも子供用のサーキットもあって、あ、ちっちゃいサーキット、怖い、はい、楽しいよこれ。一応ほら、マレーシアやったっけ、はい、飯田家さん、ここ来るんですか。来ました。飯田さんってどこでも顔出すの。すごいっすね、出来上がってすぐ、へぇ、あれご挨拶。マレーシアでは随分とお世話になりましたよ、飯田明さんよ。あんたレースチームの監督かなんか知らんけども、ぶっ潰してやんよ。あ、めちゃくちゃキレてる。ウルトサーキットチームができたらよ、飯田明だ、てめんところなんか若いもん連れてきて、こっちのチームとレーシング対決やんなこれ。もう対決の構図になってるんですか。なんか言えやん、なんか大平さんがさ、紹介してくれた場所にさ、もうなんかツバつけとるやん。そういう感覚なんですね。ああ、マーキングされて。スタッフの社長来ました。来てない。社長とかも教えたらちょっとこれ面白いかもしれないね。そうですね。オースです。 EV のカートができるとこって結構あるんですか。あんまり。最近増えてますね。最近増えたと結構 EV が主流になってるから。白煙が出て、はいはい、うるさいじゃないですか。そうですね。だから夕方からも営業できないとか、はい、臭いとかいろいろあるんですよ。女性の服に匂いついちゃったりするし。
してもここは EV だからね。そうそうそう、匂いもしない、音もしないし、匂いもしないし、要はでも何も持ってこなくても全部あるってことです、はい、手ぶらで来ていただければパッと乗ってパッと帰れるし最新、最新ですね。手ぶらで来て、だから僕みたいにこうやってサンダルで来てもレンタルさせていただけるシャワーとか、ここからあれもあるんですよ、パウダールーム、パウダー、だから女性が、汗かいちゃったりとか、お化粧直しもできるし、お台場だから10分向いてもうウエストの方じゃないですか、デートに来てお化粧直しして、お化粧直しして最新やらさせてもらおうよ、はい、モータースポーツぜひ、本当はお前の後輩の本間が来て、はい、お前もここに参加して、はい、一緒に乗ろう思ったけども、もうおらんから、本間すいません、もうカメラ回してるな、はい、待て、おっきい声やめてせっかく車が静かなのに俺の声がいい、あー、覚えてくじょくちゃすいません、はい、行って、それがガソリンじゃん、これは。ちなみにです、田村さん、だいたいその速い人でどれぐらいで走るんですか、一周。一般的には50秒ぐらい。なるほど、平均50秒ぐらい。初めての女性とかは結構50秒。だんだん上がってって、なるほどなるほど、車運転慣れてる方でいうと、34秒、5秒だったらいいんじゃないですか。おー、34秒、5秒出せれば、まあ、言うても私ちょっとあの筑波の方走らせて、そうだそうなんです、レーサーレーサーですよ、多分やってらっしゃいます、ここでアラーム鳴らしてるからなあ、9時57分だいたい10時ぐらいに起きるのを目標として生きてるんで、すいません3分前か、13分前、腹立つなこいつボスです。フェイスマスク、あ、フェイスマスクね、結構汗かけますからね、テレビの上から SMA のスタイルになってますけど、好きなやつを食べる、うわー、どれぐらいの58センチが俺、こちら首を守るネックガードになります。首を守るネックガード、逆ですね、逆ですよね、はいアクセルとブレーキしかないから左右なんですね、そうやな、左足がブレーキ、そうやな、これもエンジンをどうやってもうかってるんですか、これで、これで、うん、うわ、全く落としないですね、え、あ、進むと思うんですけど、うわ、すごいEV EV今何周ぐらい走ったんですか？12周。あっちゅうま、結構走りましたね。結構来ますね。タイム見てたけど、早いっすね。
やっぱり34秒36秒差。36秒差。いやでもね、全然いい線いってますから、マジっすか。いい線って、まあ言うたら素人やん、いろいろなんかやってったら速くなってくる。速くなりますよ。32秒ぐらいは多分いけんじゃないですか。だからちょっともう一回乗ってもらって、はい、2秒タイムアップを乗ってもらったらいいかと思います。ライン取りとかだ。そう、確かにライン取りは、ライン取りやんけ。そうなんすか。ポイントはね、あれですよ、コース幅いっぱいに使わない、こうやって大きく回っていくことによってスピードを落とさない。はいはいはい、はい、で、さっさの見てると、はい、ここいいんですよ、ここすごくいいんだけど、はい、ここがクイッていくから、はい、ここで失速してるんですよ。なるほど。ハンドル切りすぎ、もっと大回りしていく、大回り、クリップって言うんですけど、一番こう頂点のところでクイッと曲げすぎなんですよ。なるほど。もっと端まで行くっていう。ブレーキングはどのぐらいで、どのぐらい入れるもんだ。ちょっと落とすっていうよりは、フロント引かせるためにちょっと、あ、言ってた。多重移動。そうそうそう。多重移動言ってましたね。した方が早いかもしれないです。久々すぎて忘れてたわ。多重移動。そうですね。結構時間経ってますもんね。なあ、曲げるためにちょっとだけブレーキ踏んだ方が早い。減速しようと思わなくて。結構手痛いですね。やっぱ力入っちゃってますよね。力入っちゃうんですよ。でもそれダメなんですよ。ダメですよね。ポジションも変えた方がいいかもしれない。はい。それでまたちょっと、はい、全然今めちゃくちゃ手入れるんですよ。あ、ごめんなさい、ちょっとその感じ、はい、何も入ってこないです、話だいぶふざけてます。お、黒親指はふざけてますって。黒親指で何語ろうが。ちょっとはい、オースです。ハンドル切りすぎも良くないです。切りすぎっていうか、ゆっくりこうじゃなくて、ゆっくりだからこう手も疲れるんですよ。なんか向きになってるというか、なんかおいおいおいみたいな。侵入はね、本当にいいんですよ。いい感じなんですよ。ここで失速しちゃってるのがもったいないから。かつ田村さん、ちょっとライン取り先導してもらっていいですか。いいですよ。ただその後ろからついてるだけで、今度はまた実際このこれこう見るのと、後ろからついてってライン見るの全然違う。全然違う。分かったですよね、こんなもんで。ちょっとね、いや、まあ、イメージはつくんですけど。じゃあ最初ゆっくり行くんで、はい、だんだんペース上げていって、はい、気がついたら32秒ぐらいで走る。おお、魔法みたいな走ってる。飯田明。いや、やっぱすぐ挑戦状来るじゃないですか。ちなみに飯田明さん、どんぐらい走ってるんですか。38とかでしょ。まあ、でも遅いからないですよ。いやいやいや、早いっすよ、さすがに。さすがね、さすが練習のプロか。佐田さんと井上社長だけですよ、そんな雑に扱うの。あ、そう。どこまで伸びるか。なあ、楽しいやな。ブレーキ踏みすぎた。ブレーキ踏みすぎました。よし、じゃあちょっと戻します。はい、じゃあ左に切ってアクセル踏んでください。
ほんと、はい、最後のラップね、計測できてないんだけどね、出てます。出てました。ラインもすごい、だいぶ良くなった。そうですよね。なんか確かに曲がりやすかったです。手がさっきより疲れてないですね。辛くないですよね。辛くないです。体が辛くないってことは、車も辛くないから、無駄なくできるんです。なるほど。実際どうやって 35秒0です。ゼロ。ゼロか。最後のラップ34。なるほどなるほど。8ぐらいっていうと思うんですけど。5秒01。5秒01。3.01。なるほどなるほど。撮ってて変わった、やっぱ一個一個コーナーのスピードが違いました。入り込んでいくとこと、あと立ち上がっていくところっていうんですか。あ、まあ、なんか何が。いや、私もレースは作れたの、そばで見てるからね、そばで。はい、田村さん32秒やば。32秒出してますよ。うわ、面白い。結局やらんとな、今だな、はい、こうやって今教えてもらっただけでもちょっと、はい、ちょっと縮まるから、はい、とにかくひたすらやればいいわけだから、はい、なるほど。ちゃんと休んで、ちゃんと、まあ、筋トレと一緒ですよね。へぇ、男子好きそうっすね、そういうの。はい、まあ、34出したといいでしょう、うん、いやいやいや、言っていい。まあ、本人が言うなら出してます。はい、出してますまで言うんですね。おっすです。まあ、これが全日本の人が乗ってるカートやって、これだとスピードが全然違うみたいな。さっきので大体30、まあ早くて1秒、うん、これだとね、24秒。24秒。すごい。モーターの出力が全部違うんですよ。もうフレームも違うし、モーターの出力も3倍ぐらい。3倍。もうネッチョネチョ。ネッチョネチョだ、ほんとだ。ネッチョネチョ。 F4。 うわー、せんま。あ、うわ、これ、ちょっと待ってこんなことになってんだ。これで運転してんすか。全然前見えんよ。ブレーキ踏むと、体がちょっと前に行くんだから、それでちょっと見えるんだ。ロケットボール勝ち上げた時の感じ。ちょっとごめんなさい、あんま分かる人は分かるんでしょうけど。すごいよ、貸して、俺のさ、はい、これこうでこうやから、何も見えない。で、ブレーキ踏んだ時に、ちょっとこうやって見えるぐらい。くらいってこと。全然見えん。バーン、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 あ、いや、見た、バーンってことよ。やばいけ。これは最高速どんぐらい出るか。これで230キロぐらい。これで230は怖すぎるよ。でもね、フォーミュラーカーのいいとこはやっぱ旋回速度ですから。ストレート速度はそんな大したことないです。痛い。最終速度ぐらい。最終速度ぐらい。あ、なんか、なんで似合うんやろな。なんで似合うんやろな。あ、トワイチのキャップなんですか。そうです。知ってるんだよな、大家さんのファッション。これね、乗れるサービスあるんでよかった。え、富士スピードウェイの最初広場を使って、危なくないですか、コーンを立ててやるから。で、慣れてきたら本コース。ちょっとこれ乗ってみたいですね。これ乗りたいですね。決まったらね。なったよ。これマジで興奮しますね。なんかやっぱ。ね、やっぱ男の子ってやっぱモータースポーツやってないっすよ。いや本当に首都高でビュンビュン飛ばしてるやつ、うん、全員ここ来た方がいいっすよ。おっせっ。練習させてもらってさ、はい、32秒1秒出せる可能性もあるわけやから。うん、ってなったらもう打倒飯田明だよね。ちょっと飯田明はぶっ飛ばせ。VS 飯田明チーム、チームスクルタ。え、うちには大平さん。そうですね。飯田明、これ見てたら一方ちょうだいよ。明いいな。いいよ。スターロード社長もあの上げるわ。父ちゃんもあの上げるよ。結構早いですよ。むちゃくちゃもらおうかな。まあおいおいですね、そうなったら。まあでも逆にさ、はい、飯田明チーム集めてみなさいよっていうか。あ、なるほど。マレーシアでは惨敗しましたからね。惨敗した、はい、ゴーカート、うん、飯田さんから連絡が来たらじゃあ対戦してみるって。一方では対戦しますよ。すごい話だ。だからもしかしたら作るとカップルに変わってるかもしれない。そっか、あのミニ四駆みたいな。やっぱ世の男性たち、はい、あの考えてみろって。ああ女とか乗ってないで車乗れって。ろくなことないから女乗ったって。重みがある。重みがあるってね。これ女乗らんとかバイク車乗ろうぜっていうことで、まあ2024年、はい、日本作るたとは、はい、モータースポーツを応援します。そういうチャンス。
そういうとこですもんね。だとお前飯田明見てたらね、はい、かかってこいよっていう。あと高野倉、ちょっとお前は飯田明ちょっと待って、なんか高齢者狙ってません？高齢者そう、モータースポーツ好きはいろいろね集って、はい、お台場集まれって、お台場集まれって。ほんとお台場すぐやから、はい、駐車場もあるし。そうそう、起きて10分でこれのとこやから、気になる住所とかあの概要欄に載せてほしい。シーサーキット東京ベイで、チャ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 ってことよ。はい、まだみんなも気になったらモータースポーツやってみてってことだね。ウォー、終わった。マーチャパン、この辺でハンドルかくってきた。うん、 あれがダメ、一番ダメなんです。ハンドルもこうやると急にガクってなるんですか。こういうふうにやると水が揺れます。こうやってやると中の水揺れないです。ゆっくりゆっくり。シーナキッペイの。いやアウトエイジでシーナキッペイが最後殺されに行く前に女だけの人が、うん、ね、その時にめっちゃ死んだ吉平の腰がスローな向きやったんですよ。分かんなかった、分かんなかった。ここがもうめっちゃ入れるよ水。死んだ吉平って見てほら、全然入れてないもん。そのイメージで、そのイメージで、なるほど、死んだ吉平、死んだ吉平。 TBR ちゃんの調子を戻してあげようじゃないか、あげようじゃないかスペシャル。ゴリラ化現象。これは怖いな。あー、それあれ、カズ君これやったりあれやったりしたら、うん、プラマイゼロになるでしょ。なるほど、おいしいものは最後に食べるから。そういうパターン。おい、サタコン、サタコンバ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 。